物語を題材としたローレンス・アルマ・タデマによる絵画、ヒッポルトスの詩、ヒッポルトスは古代ギリシアの悲劇詩人エウリピデスによるギリシア悲劇の一つ。エウリピデスはヒッポルトスを2作品上演しているが、現存しているのは2作目のヒッポルトスであり、1作目のヒッポルトスは断片のみが現存している。なお、セヌカはこの1作目をもとにローマ悲劇、 パエドラを表している。アテーナイオーテイセウス、彼のアマゾーンとの間の息子ヒッポリュトス、そして、テイセウスの五歳パイドラーが、愛憎に翻弄される様を、トロイ全員の王宮前を舞台に描く。紀元前428年の大ディオニューシア祭りで、上演され、優勝している。ヒッポリュトス、アテーナイオーテイセウスと彼の戦災、アマゾーン族のアンティオペの息子、パイドラー。 テイセウスの妻、テイセウス、アテーナ用、アプロディーテイ愛と美を司る女神アルテミス、狩りを司るところ女神その他に、ヒッポルトスの老木、パイドラーの乳など愛と美の女神アプロディーテイは、ヒッポルトスが、諸女神アルテミスを特別に敬い、自分を蔑視していることに起こり、彼への罰を下すことを企てる。女神の剣能により、義理の息子であるヒッポルトスに恋をしたアテナ用妃。 パイドラーは、その恋を陰徳しようと心を見るが、ウバがヒッポリュトスに、それを伝えてしまう。元来、女との接触を嫌ってきたヒッポリュトスは、義母からの連暴に耐えきれず通列な女性批判を繰り広げる。ヒッポリュトスの心ない言葉を聞いてしまったパイドラーは、留守中のテイセウスが帰ってきた際、彼が夫に告げ口するだろうと考え、嘘の書き置きを残して自殺する。 帰国したテイセウスは、妻の死を知り嘆くが、彼女のヒッポリュトスに乱暴されそうになったため、テイソーを守るために死ぬという書き置きを発見して、息子への怒りに駆られる。正当な裁きもないままヒッポリュトスは、国外追放を言い渡され、さらにテイセウスは、不審、ポセイドーンから賜った、三つの願いを何でも叶えるという約束を一つ使って、息子の死を願う。 その願いが聞き届けられ、ヒッポルトスは、自らの馬に引きずられて、瀕死の状態に陥る。息子の瀕死の知らせを聞いた、テイセウスの前に、女神アルテミスが現れ、ことの真相と、それが、アプロディーテへの計略であったことを告げる。そこに、瀕死のヒッポルトスが運び込まれ、最後に、不死の対話と和解を果たし、彼は、生きたえる。アイドラーの馬がヒッポルトスに、 彼女の恋を伝えたシーンで怒り狂う彼をなだめようとウバが、このような話は人に聞かれてはと言い,い、それでも彼は収まらない。すると彼女は誓ったことは破らぬようにという。何を誓ったかは書かれていないが、おそらくはこれから話すことを他人に話さないようにとかの類であろう。それに対してヒッポルトスが返したのが、舌は誓ったが心は誓わぬであった。 これは内容を知らずに誓ったのだから心は潔白であるの意であるとされる。これは多分に言葉遊び的で奇弁的なところから当時大いに注目を浴びたようである。アリストパネスは再三このセリフを皮肉に引用している。ありがとうございます。